街角に流れる歌声に誘われて、今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ままに連れ。乾杯。いや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 、やったー。さあ、今夜の人生酒場、愛知県刈谷市桜町にありますスナック香織さんにお邪魔してます。ひろこママ、よろしくどうぞ。いやだけどね、ほんとザ・スナックだよね。そうですね、うん、なんかちょっと落ち着いた感じで、入った瞬間からもうなんかさ、常連な感じになっちゃう。若いお客さんもいたりしてね。そうだな、タカちゃん、名前も知ってるよ。もタカちゃん、タカちゃんってね。タカちゃんいくつなの今？今年31です。30代の前半でだよ、この時間一人で座ってるって。あ、すごいですね。おね、若い男に恵まれる。そうなんだよ。ママ持ってあげるんだよ。時々つまみ食いしてるらしいよ。そんなことない。いただきます。さあ、中谷さん、こちらのね、情報をお願いしますよ。はい、うん、こちらのお店は喫茶店をやるつもりが点々点ということなんですか？そうなんですよ。探してたんだけど、はい、なくて、ここになっちゃった。まっすぐにやっちゃおうっていう感じだったんですか？いや、そう、見つかるの。うちのね、年の離れた妹がね、もういいじゃない、スナックでって言うから、それに乗っちゃった。私は、食うためですよ。ね、すごい。やっぱその年の離れた妹ですよ。ね、金田達也さん、ね、花町の母、頑張ったんだね。そうよ、流れてますよ、今、花町の母が。はい、乾杯するよ、ちょっと。はい、どうも。いい話だよ。結構飲んじゃってるよ。いやいや、さあ、続いての情報はあるのかな、永井さん。はい、選んでいる人気ナンバーワンの一品が、はい、そうなんですが、はい、何でしょうか、ママさん。焼きそば。焼きそば。すいません、ママ。いやたまんねえビジュアルだぜ。うわー、これはもう喫茶店時代から使ってる、このね、鉄板自体にね、はい、もう味が染みてるんですよ。そうですよね、こういう感じですね。さあさあ、じゃあちょっと行かせてもらいましょう。はい、これはね、まあまあストロングスタイルの焼きそばだね。お母さんの味ですね。そうよ、多分。どうですか？何一つ間違ってない。これね、やっぱ若い人が来るって分かるよ。ほんとママの味。そうですよね、お母さんの味。昭和の味。昭和なんです、これ。履歴なんて見るとね、だいたい客筋が分かるわけですよ。はい、美人ね、スマップだよ。は、はい、この店ではね、昭和だからまだスマップも解散してね。そうですね、いっぱいね。山口も覚え、さよならの向こう側。はい、カップルのお客様が結構見えるから、で、そのさよならだった気がする。カップルでも来れるスナックっていうのは素晴らしいね。そうですね。じゃあママ、こちらをちょっと送らせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カオルは昭和92年のママ。ママとママがかかってる。ママとママね。ありがとうございました。ありがとうございます。ざっと貼らせてもらいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもごちそうさまでした。うまかった焼きそば。ありがとうございます。また来てください。おやすみなさい。次どこ行こうかね。スナック鍋で。あ、ここだ。いいですね。行こう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 。よーし。ナビゲーション、ナビゲーション。